皆さんこんにちは、神谷でございます。今日は7月の22日ですね。はい、すっごい暑いです。今なんかもしかしてピークなのかな、今あんちゃんのサロンから戻ってきたんですけれども、まあすごい暑さですね。であんちゃんはですね、夏場なのでまたスポーツ狩りになりまして、大変さっぱりとした感じに仕上がって帰ってまいりました。また別の動画で、ご紹介しようかなと思っております。今日お話しするお話はですね、9月1日に行われる、ディスコダンスヒッツについてなんですけど、これね以前ねラジオで発表してるんですけれども、もうあまりにも楽しみなイベントなのでもう一度皆様にご紹介したくて、今日もう一回お話しさせていただきたいと思います。これは読んで字のごとくディスコダンスヒッツ、はい、踊れっぽい曲ばっかりをこう続けてやるみたいな、そんな祭典でございます。ですね、日程は、2023年9月1日金曜日、はい、フライデーナイトでございますね、はい。そして、会場がブルースアレージャパンでございます。でいつもブルースアレージャパン何かというとね、ライブさせていただいているところではあるんですけれども、通常よりも今回は踊っていただきたいという思いが強いので、テーブル席の数がね少なくなっております。ですのでもちろんテーブル席の方も乗ってきたら全然立ち上がって踊って構わないんですけれども、それでもちょっとなんかやっぱりちょっと座る場所が欲しいなみたいな方にはテーブル席おすすめしております。で基本的にですね、今回2回ステージでは行いませんで、大きなワンステージとなっております。で本当にずっと踊っていたくなるような曲ばかりを演奏する予定ですので、もう本当踊るのが好きな方は席はいらないかなという感じですね、はい。18時開場、19時半開演のワンステージ、前売りのテーブル席が8,000円、立ち見で6,000円となっております。はい、でいつものようにプレートセットございますので、プレートセット、それからディナーセット、お申し込みの方はその旨、ご予約いただければと思います。で当日券も、出しますが、550円アップということで、各料金から550円高くなっている設定となっております。でチケットの方はですね、ブルースアレージャパンさん、それから直接私に言っていただいてもご予約取れたりするんですけれども、まあ、一番確かなのはブルースアレージャパンさんの方で、ご予約入れていただくのがいいかなと思います。今回のこのイベントなんですけれども、今年私のバースデーライブで素敵な T シャツを作ってくれた私の中学高校の後輩で、IT カンファーという会社を経営している鈴木義経さんが、今回はですね IT カンファー株式会社として協賛で、入っていただきます。まあ彼がいるからこのイベントできるっていうところなんですよね。と言いますのもやっぱりもう本当一夜限りにしてはものすごく豪華なメンバーで、もうなんと総勢15人とか、そんな感じの大きいバンドになりますので、まあ、なかなか難しいんですよね。で、まあ、それをじゃあ、収容人数で割るとものすごい高いチケットになっちゃうので、そうすると皆さんにもね来ていただきにくくなるので、今回は、IT カンファーさんの方にご協力いただきまして、このディスコナイトをやらせていただく運びとなりました。本当にこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございます。出演はですね、私が、まあ、一応呼びかけて、一応メインで、歌わせていただきますけれども、素晴らしいシンガーの皆さんにお声掛けしました。まあ、ディスコとか、まあ、ソウルとかそういうのだったらやっぱりこの人よねっていう人、中澤信義さんね、ボーカルとギターで入っていただきます。これガッツですね、はい、通称ガッツ、ね、いつからガッツって呼ばなくなったのかな、中澤信義さん、最近ではあれですよね、ドリームカムストゥルードリカムですねの、サポートメンバーとしてもすごい
あのファンの方多いんじゃないかなと思います。すごく大きな体で、もう本当にいい声で、そしてあのソングライターとしても素晴らしくて、で何よりね本当に歌がねお上手だしいいんですよ。なので、本当に彼の魅力余すところなく楽しんでいただけるラインナップかなと、思っております。そして、田畑恵美さん、恵美ちゃんは実は去年の12月のアキコのクリスマス、ディナーショー、パークハイアット東京で行われた、クリスマスディナーショーに出演予定だったんですね。その時の、テーマが、80年代のディスコだったんですね。で、その時にずっと、ボーカルチームとして、ガッツも一緒だったんですけれども、頑張ってリハーサルを重ねていってすごい楽しみにしていたのに体調不良になってしまって、前日に倒れられてしまって、出演できなくなったっていう経緯があって、もうその時に本当にもう彼女は悔しくて泣いていて、もう私も本当にかわいそうで、そうだよねっていう思いで、もう本当になんかもう仕方がないことなので、ね、なんかもう体調管理がとかそういうことではなかったので、もう流行り病ですので、もういつどこでもらったかもわからないみたいな状態だったために、あえなく、キャンセルになってしまった、そのなんか積年の思いを晴らすべく、ちょっと年を明けてですね、来年どこかでこのイベントもう一回リベンジしたいねって、話していて、それがこのイベントでございます。というわけなので、田畑恵美さんの他に、その当日田畑恵美さんの代わりに来ていただいた田中真由香さんというシンガーにもお声掛けいたしまして、本来だったらね、恵美さんの代わりに真由香さんだったので2人が同じステージに立つっていうことはなかったんですけれども、もう今回は一緒にもう楽しい空間作りましょうということで、お声掛けさせていただきました。真由香さんは金沢健太くん、ギターの金沢健太くんと同じ職場でして、新宿のケントスで歌を歌っていらっしゃいますね。もちろんケントスだけじゃなくてシンガーとしても、あとコーラスとしてもいろんな方々のサポートされている方です。そしてですね、我らが久保舞子、はい、舞ちゃんも去年の12月本当はドレスアップしてディナーショーを楽しむ側だったんですよね。それが急遽こういうことになって、ちょっともう本番まで24時間を切ってるんだけれども、なんとか頼めないかということで、もう本当に寝ずに曲を覚えてもらってステージに立ってもらったという、そういう経緯があったので彼女にも声をかけました。舞ちゃんと、そしてですね、ピアノとキーボードは、ブラックバニーの、ね、公演でも先日お願いしていたんですけれども、先日っていうのはちょっと前になります、去年の11月の話なんですけれども、その時のメンバーで、渡辺翔太くん、そして、宮脇翔平さんという方、翔太くんのすごい、本当に私もなんかすごい今気づいたんですけど、同じ翔なんですねみんな知ってるかね、えすごくないですか、翔太翔平ね。それになんかなんだろう、なんとか平とか太平洋になる、まあいいや、そんなことどうでもいい。翔太くん、渡辺翔太くんのご紹介で、今回ちょっとディスコナイトということで、いろいろね、鍵盤も一人より二人の方がよかろうということで、彼を紹介していただきまして、宮脇翔平さんに、参加いただくんですけれども、なんと驚くべきことに、私1971年3月17日生まれなんですが、宮脇さんは1991年3月17日生まれということで、私の綺麗に、20個下の、そんなアーティストね、やってきてくれますね。こういう
20年綺麗に20下のね、あの方と一緒にステージに立てる、本当にありがたいことですよね。そして、もうこういう系のライブには欠かせないギタリストといったらやっぱハンクさんですね。西山ハンク、文夫さんにギターを弾いていただいて、そして、ベースはあの安心と信頼と安定の、はい、BJ です。笹井 BJ 勝彦さん。そしてやっぱり BJ と一緒にやっぱりリズム隊といったらやっぱこの人かなと、BJ 団でおなじみの吉川団さん、この2人に、リズム、支えていただこうかなと思っております。もうこの2人がねいるだけでもう絶対楽しいんですね。もうあのリハーサルから絶対楽しいんですね。もう保証されてるんですね。私も本当に楽しい時間を過ごすためにもうこのライブを企画しておりますので、もうこの2人が来てくれたらもう安泰なんですよ。なので本当に楽しみなんですけども、このメンバーにですね、元くんが入ってくれます。元くん今回ね、ヒューマンビートボックスとしてもなんですけども DJ としてもね活躍してくれますので、元くんに、ね、普段とはまた違った魅力も、感じるのではないかなと思います。そしてですね、アンドホーンズってなってるんですけど、これね実はまだ発表できないんですよね。でもね、確かなことだけは言わせていただくと、T スクエアなどで活躍されておりました、宮崎さんに、サックスの宮崎さんにホーンのアレンジをお願いしてありまして、スケジュールがなんとかなったら彼が来てくれるかなと思うんですけども、素晴らしいホーンセクションを、彼が、連れてきてくれるということで、私もとっても楽しみにしております。そんなわけで、テーブル席の方が、だん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 少なくなってまいりますので、どうかこれをお聞きで、テーブル席必要だなと思われる方はブルースアレジャパンの方に直接ご連絡いただきたいと思います。ありがとうございました。